ギリシャ七賢人ギリシャ七賢人は、紀元前620年から紀元前550年に賢いと呼ばれた古代ギリシアの人物たちである。七賢人のメンバーについては、古代の書物においてまちまちであり、必ずしも統一されていない。また、七賢人とあるが、プルタルコスはデルフォイノについてにおいて、本来は5人だったが、2人の選手が得も持っていないにもかかわらず、 権力によってその名を奪い取ったと主張している。また、最初に誰がなぜ賢いと呼んだのかは不明である。プラトンがプロタゴラスの中で挙げたのは次の通りである。しかし、ミューソンを挙げているのはプラトンだけで大抵はその代わりに、コリントスのペディアンドロスが挙げられている。この七人目は古代の書物においてまちまちであり、必ずしも統一されていない。 ティオゲネス・ラエルティオスの挙げるところでは25人にもなる。7賢人の有名な逸話としては彼らの間で生じた知恵比べがある。海中に沈んでいて偶然発見されたタイヤの神ヘイパイストスの作った黄金の金を巡ってコスとミレトスとの間で戦争が起こった。多くの死者が出たため彼らはデルフォイで受けた過去。 現在、未来を白示すものに、カナエがたどり着くまでは、両国の戦争は終わらないという信託に基づいて、賢者として有名だったタレスにカナエを送ったが、彼は自分には、ふさわしくないと、他の賢者に譲った。結局カナエは七賢人の間でたらい回しにされて、タレスのもとへ帰ってきた。そこで彼はアポロンに奉納し、 新託を伝えるピューティアがこの家内に腰を下ろして新託を語ることになった。内山勝都市編著、哲学の歴史1、中央公論新社、2008年。ありがとうございます。